日本東京都板橋区蓮沼町蓮沼町は東京都板橋区の町名。町名の設定がない単独町名である。全域で住居表示が実施されている。板橋区の東部に位置する。北であずさは東で北区西ヶ丘、南で清水町、西で泉町及び大原町と隣接する。東辺をもって板橋区北区境を形成する。町域は強硝で、 中小の工場と住宅が混在する。政変で国道17号が南北に通じている。武蔵野大地成増台の高台に属する。雪の日の蓮沼町。廃藩地検実施前は、武蔵区に島郡蓮沼村、または元蓮沼村とも称した。一帯は中仙道の街道筋に点在する小集落であったと考えられる。江戸時代の村名。 ハス沼村に由来する。ただし、武蔵野大地側にある、現在の町域が、有志以降沼地だった形跡はなく、ハス沼の名は、荒川沿いの湿地帯にあった沼地によるものと考えられている。東町域に本ハス沼、ハス沼の地名が残った経緯は明らかになっていない。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。本蓮沼駅板橋蓮沼郵便局。ありがとうございます。